はい、どうも、トウカです。今回はこちらですね。BBM、北海道日本ハムファイターズベースボールカード2017。こちらはいつものように、11パック買ってきたので、その開封をしたいと思います。いつものように開封済みのボックスからランダムで11パックを選んだんですが、ちょうど残りが11パックでしたね。はい。ワンボックス20パックか？だから9パック抜かれてた状態で、残りを自分が全部買いました。はい。さあ、残り物に服はあるのかどうか。うん。この BBM の開封動画では、広島、横浜と、まあ、今現在、2回連続でノンシリアルというなかなか残念な結果に終わってるんで、ここらで一発ね、ビッグヒットを狙いたいところです。はい。ラインナップはこんな感じですか。はい。今回はスペシャルインサートカード、メモラビリアカードがあるみたいですね。大谷選手のジャージカード、レアード選手のジャージ、西川選手のホームジャージ、あとは岡弘美選手のビジタージャージですか。はい。まあ狙いはもちろんここら辺ですね。はい。まあもちろん狙いはここら辺で、なおかつ大谷選手のサインカードですよね。多分みんな狙いはそれですよね。だからもう人気で、メーカー完売ですこれ。はい。どうかな。もう基本的にはもう大谷選手のインサートが出たらよしとしましょう。だいぶハードル下がりましたけどね。はい。というわけで開けていきましょう。はい。大谷選手もついに1軍に上がってきましたね。今代打とかですけど。はい。新ルーキーですか。郡選手かな。郡選手ですね。裏面はこんな感じです。はい。西川選手。で、辰田選手。荒柿選手か。お、横胸もあるんですね。かっちょいですね、結構これ。はい。大野選手。お、来た。大谷選手ですね。はい。大谷選手が戻ってきたら、ちょっと、チャームも上に行けるんですかね。今、ちょっと低迷して、絶賛今、ロッテと再開争いしてますけども。大谷選手が戻ってきたら、一気に上行くか。どうかな。まあ、起爆剤にはなりますよね。はい。谷口選手。石井選手。お、斎藤佑樹選手。はい。頑張ってほしいですね。もう一箱探してほしい。石川選手。マーティン選手ですね。で、大塁選手か。おー、はい。吉田選手、姫野選手、村田選手、田中選手、お、うた、あ、太田健吾選手で、はい、インサートのレディー・トゥ・ブレイクアウトかな。はい、光ってますね。岡弘美選手ですね。ノンシリアですね、こちらは。はい。松本選手、玉井選手、瀬川選手、有原選手、飯山選手。かっちょいな、この横番のやつ。お、杉谷選手ですね。もっとちょうだいの人ですね。ちょうだいちょうだい。もっとちょうだいの人ですね。
田中選手ね。いや、ほんとこの横盤かっちょいっすね。高山選手、森本選手、鍵谷選手、お、太田大選手ですね。巨人から西山行ってブレイク支柱です。お、ノーザンライト、これミザーズですね。中島選手です。北海道らしくこう雪をイメージしてるんですかね。はい。ここもかっこいいですね。浦野選手、市川選手、大塁選手、浅間選手、岸佐藤選手で、ノーザンライスの西川選手ですね。こちらもノンシリアルでございます。はい。さあ頼むわ。サインカードとは言わないまでも、せめてシリアルカードは欲しいですね。堀選手、八木選手で、大野選手、浦野選手、石川選手、平沼選手。はい、残り少なくなってきましたよ。どうなの ?3 回連続なのかな。はい、江ノ下かな選手、郡選手、こちらも同じく巨人からの移籍組、矢野選手ですね。宮西選手、荒垣選手、お、太田大選手ですね。はい、太田選手かっこいいですよね。こう見ると今ひげ生やしてるのかな。はい、巨人だとひげ生やせませんからね。はい、さあ残り3パックですけど、今のところ全くそういう雰囲気はありませんね。これってサーチとかわかるもんなんですかね、サインカードとか。俺には全然わかんねえな。中島選手、中村選手、はい、大谷選手ですね。で、杉谷選手、はい、握ってますね、レアード選手、上沢選手ですね。はい、残り2パックでございます。つらいなぁ。谷口選手、ん、エスコバー選手か。はい、石川選手、斉藤佑樹選手、太田大志選手ですね。やった、よしよし。はい、大谷選手のインサートです。よしよしよし。もうこれでほぼ目的が達したと言ってもいいんじゃないかな。もういいんじゃないかな、これで。はい、ラストでございます。西川選手、はい、宝選手、C 選手、平沼選手、マーティン選手、レアード選手で終わりでございます。んー、つらい。まあノンシリアル3回連続でしたね。んー、いやー、つらいわ。抜かれてんだよな。これどういうことかな。サーチされてんのかな。という愚痴です。はい。
インサートが5枚ですね。はい。しかし9パックで、ひょっとしてシーラーとか置いてあるとか決まってんのかな。触った感触でわかるとか、俺にはわかんねえな、少なくとも。はい。まあ、こんな感じですね。ちょっとナイルな、個人的に。これは。はい。以上でございます。まあ、大谷選手のインサートが出たから、よかったねと、自分を慰めておきます。はい。BBM に関してはどうしようかな。ちょっとね、心が折れかけてますね。横浜、広島、日ハムと、まあ、機会があったら、まあ、また買ってきたいなと思ってますよ。はい。では、今回は以上でございました。ご視聴ありがとうございました。